全線走破、茨城県道60号、2023年版。茨城県道60号、十王里見線は、茨城県日立市、十王地区から日立太田市、里見地区に至る県道、主要地方道です。今回は2022年令和4年3月30日に全線開通した都市計画道路十王北通り線も含めて走行します。それでは行ってまいります。都市計画道路十王北通り線は日立市北部に位置しており、 JR 常磐線により東西を分断された旧十王町の市街地を結ぶだけでなく、茨城県道10号日立岩木線の山辺交差点を起点として住宅工業団地を経由し、国道6号の石南交差点まで結ぶことで県北地域における東西方向の連絡強化を図るものです。また災害時に沿岸部と内陸部を結ぶ避難路としての活用も見込まれています。ここからは2022年令和4年3月30日に供用が開始された延長約800メートルとなる区間です。続いて2016年平成28年3月30日に供用が開始された延長約400メートルとなる区間です。そしてこちらは日立市十王町友部地内の街路整備区間として2008年平成20年3月26日に供用開始された延長約700メートルとなる区間です。ちなみに十王北通り線東側の旧町道友部石浜線市道1万96号線と重複する約 1.2 キロメートルの区間は2005年度平成17年度から当市において国の道整備交付金と県の合併市町村幹線道路緊急整備支援事業を活用して事業に着手され、その後事業化された友部工区の整備促進とともに石本郷工区の事業化もされていたとのことです。
市計画道路十王北通り線の区間はここまでとなります。そしてここからは1982年昭和57年11月1日この路線の前身にあたる茨城県道104号山形十王線を廃止し、新たな路線として多賀郡十王町現日立市十王町を起点、久慈郡里見村現日立太田市を終点とする里見村伊東の区間を茨城県が路線認定しており、1995年平成7年の整理番号の再編成によって整理番号60となり、現在に至ります。起点の日立市より約 3km は片側1車線の対向2車線と比較的走行しやすくなっていますが、日立市十王町高原伊勢より日立太田市の終点までの阿武隈高地山間部は道幅が約 1.5 車線幅と狭く曲がりくねった道路が続き、通行には注意が必要となっております。
的な区間はここまでとなり、道幅が狭くなりましたね。
終点まで無事に走破できましたので、これで動画を終わりにします。ご視聴ありがとうございました。